はい、約束の時間になりましたということで、川崎フロンターレから、モンテディオ山形へレンタル中、宮城天ということでね、やっていきたいかと思います。はい、宮城選手ね、最近ねリファーレン長崎との、ね、レンタル契約を解除し、ね、再レンタルとして、ね、モンテディオ山形へ加入したわけですよね。でね、宮城選手加入したとしてもね、同じポジションにね、チアゴハウベス選手いるよねとか加藤選手いるよねっていう話しましたよね。でそこでやっぱり出場機会ね、あるのかなっていう心配がねあったわけなんですが、ここに来てですね、まあ、動きがあるんだろうなとは思いました。やっぱりそうでした。スウェーデン金沢とモンテディオ山形両クラブともね発表がありましたね。7月25日ね、宮城選手主にね左ウイングとかね、左サイドハーフのポジションになるんですけど、同じポジションのね加藤大輝選手がね、スウェーデン金沢へ移籍が発表されたんですよね。はい、まあ2018年2019年は所属してて、加藤選手がで、まあ、また古巣復帰という形らしいんですけど、これはだからおそらくあれですよね、加藤選手がもう金沢移籍するから、まあ、誰か取らないといけないよねっていう。でさらにはね、チアゴ・アウベス選手、同じ左ウィング、チアゴ・アウベス選手もね怪我してるみたいなんですよね。でなんかインスタかなんかのストーリー、違うかツイッターの画像かな、ね、なんかリハビリしている様子がね、投稿されてたんですね、チアゴ・アウベス選手のツイッターにね、まあ、ツイッターじゃないか、X っていうのか、ね、X でいいんだよね、これね。ツイッターでいいだろうと思うんですかね。ね、ちょっと、チアゴ選手も今、離脱しているということ、加藤選手も金沢行ったということで、まあ、その穴埋めなんだよね、宮城選手。宮城選手もね、実際、長崎でね、ちょっと出番をね、5月のあたりからね、落としていたということもあって、やっぱり、出場機会求めてね、移籍したわけだから、ね、移籍の意味がないんだよね。だから今度逆に山形がね、加藤選手移籍、さらに千葉選手離脱っていうところで、ね、左ウィングのちょっと人手が足りないっていうことで、まあ、宮城選手を取って、ね、宮城選手出場機会あります、加藤選手がもう移籍決まったので、その穴埋めという形になるので、加藤選手もやっぱ山形の主力級ですから、はい、主力級でしたから、ね、20試合出て5点決めてるからね。だからそれでね、宮城選手、やっぱ出場機会っていうのが確保できる可能性がね高くなったというね、ことで、まあ、ますます宮城選手がね J2 の試合で、まあ、見れる機会が、まあ、増えると、いうことで、楽しみにしておりますが、まあね、宮城選手ねどんな選手なんだということでね、まあ、ざっくりね説明するとですね、まあ、左ウィング左サイドハーフっていうところを主に務めてまして、まあこれは言うまでもなく、まあ、ドリブル突破っていうところがね、特徴です。まあそうだね、伊東純也選手とか中川選手、 FC 東京の中川選手とか横浜 FC の山下亮也選手みたいな、ああいうスピード系ではないです。どちらかというと三笘系、まあ、スルスルって抜いていくような、まあ、ちょっとそんなにスピードがあるわけでもなく、スルスルって一人ずつかわしていくみたいな、まあ、そんなタイプの選手です。でね、あとね、ドリブル突破もそうだし、彼はね、ミドルシュート得意っす。で、得意なエリアとしては真ん中のエリアから放つね、ミドルシュート。これをね、フロンターレの時何回か決めてましたよね。多分ダゾーンがなんか YouTube かになんかにも動画残ってるかと思うんですけどね、2021年のね試合、フロンターレ対鹿島戦で、鹿島アウェーで鹿島スタジアムでやった試合なんだけどね、試合終了間際にねミドルシュート決めて、それが決勝ゴールになったんだよね。すごいミドルシュートで、結構遠めの距離からね、かなりパンチ力のあるシュートでね、まあ、ちょっと衝撃受けましたけど、まあそれ以降もね一応何点かミドルシュートは決めてて、まあ、ミドルシュートっていうところ真ん中の角度でね、特にサイドからっていうよりはもう真ん中入ってミドル打つっていうのが、まあ、彼の得意なプレーでございます。だからもしかしたら将来的には僕トップ下とかも結構適正かなとは思ってます。あとまあセンターフォワードとかもまあ適正かなとは思ってます。はい。ちょっとその宮城選手の特徴っていうところが、まあ、この2つかなと、ね、
まあ、ちょっとね、やっぱり彼も、前線からの守備っていうところが、ちょっとまだやっぱ課題なのかなっていう、まあ、やっぱりラフプレーとかもあるし、やっぱり守備の技術っていうところは、やっぱ今後の課題になっていくのかな。宮城選手がやっぱりね、ボールロストして、そこからカウンターに、で、直結してね、やられたっていう試合が、あったんで、フロンターレの時でも。やっぱり前線からのボール失うっていうところだったり、そこのやっぱ守備の強度というか、奪われないっていうところ、そこを、まあ、ポジショニングも含めて、まあ、課題にはなっていくのかな、うん、まあ、守備っていうところだね、まあ、山形ね、渡辺進監督、いい監督ですから、ね、何かきっかけがつかめるといいよね、うん、すごいいい監督のチームだと思っているので、本当、勉強していてほしいなと思っております。まあ決定力はそんなに高い選手ではないとは思います、うん、得点というところではそんなに多分加藤選手の方がもしかしたら あるかもしれない、まあ、ちょっと分かんないけど、うん、まあ得点はそんなに高い選手ではないんだけど、なんだろう、得点量産というよりは、まあ、三笘選手みたいにゴール量産系というよりは、千葉子選手、山田ね、千葉子選手とかゴール量産系というよりはどちらかというと、まあ、スーパーゴール決めるみたいな、そっちのタイプかなと思っておりますので、まあ、上手い選手でね、攻撃的なところ、ポジションに関してはすごい上手い選手っていう印象が強いので、ね、まあ、やっぱり点取ってくれた方がね、今やっぱ千葉子選手いないし、加藤選手もね、長崎戦ね、この前、1試合2点決めたからね、うん、で、デラトーレ選手もやっぱ怪我でいないわけだから、ね、まあ、得点力っていうところで力発揮できるとね、非常にありがたいとは思うんですよね、山形としては。うん、だからね、得点というところもね、まあ、ぜひ、まあ、前線からの守備というよりは、まずはね、得点というところでね、活躍しててほしいから、あとはまあもちろん得意のね、ドリブル突破だったり、ミドルシュートというのをね、きっちりやっぱ突き詰めていくというところかと思いますので、宮城選手、うん、試合出れそうでね、まあ、確実に絶対試合出れるとは言い切れないけど、ね、試合出れる可能性は高くなったのかなと思うので、まあでも、山形としてはね、加藤大輝選手、抜けた穴は大きいからね、この前だって試合で活躍した選手だからさ、大きいからさ、そこを埋められるかっていうのはね、やっぱやってみないと分かんない、うん、ちょっと難しい可能性もあるかもしれないけど、うん、ちょっと抜けた穴は大きいかもしれないだけどね、まあ、宮城選手ね、かかる期待は大きいということで、頑張ってほしいなと思いますね、宮城選手ね、活躍を期待しております。注目していきます。私も。はい。